一番やりが欲しけりゃ抜かしてみろよ。おお、あぶねえ。前見てろバカ。なんだ。別に言うべきことは全て吹っ飛んだ。バカの横槍でな。てめえ前。忠告しておく、その槍が向くべき先は目先の獲物だけではない。秀吉様の築く世だ。進む道を間違えれば全てが壊れる。説教かよ頭でっかちが。つーかてめえは。おい。え、バカに説教する方もバカだってことだ。最善を尽くせ。俺たちの未来を壊されぬように。壊させなきゃいい。何があっても俺たちで。体張ってな。さあ。天正10年6月、織田信長は明智光秀の謀反に遭い、天下を目前にしながら本能寺に消えた。その光景は光秀を倒し主君の仇を報じた羽柴秀吉と織田家筆頭の重鎮柴田勝家との間で争われた。勝家と対決すべく賤ヶ岳に向かう秀吉の傍らには子飼いの師匠たちが秀吉の天下をなすべく功を競っていた。武略の加藤清正、知略の石田三成、そして勇猛果敢な福島正則である。さあ来た、これ俺の出番。鬼柴田の首は俺が取る。第一話、賤ヶ岳の戦い。赤字から湧いてきたぜ。お前たちはわしの子も当然じゃ。期待しとるぞ。三成、清正、正則、頑張ってね。へへへ、しゃー、一番槍は俺がいただく。とりあえずちゃんと前見て戦っとけ。バカがタダになる。想像しくてかなわん。静ヶ岳砦では俺が。トリレに突っ込むぞ。言われなくてもそのつもりだ。進め。甲に流行って失敗する。ではてめえを紹介してろ。
おじいこんな後でしますっ開門おじいこれでいいのかいお見知らせしかし仕方ないんだ俺はおじいに従って戦うのみさ守りを固めろ年上は亡きを共に支えた兄弟みたいなもんじゃこのまま道を立てるあいつとは正面からこのままぶつかるとはわざわり翔太のとに連れてってくれるかあの刑事をよう止めた私も嬉しいぞ別の高校の人はこういうものだよ行くぞ気を合わせれば哲学の知略どちらも見事じゃ開門よっしゃ清正は正則と合流三成は行き続き東側を正則の腕っぷしは頼りになるぞ星へわしじゃ開けてくれ秀吉がまさか総大将がこんなところにまで開門星へ遠慮するなさあかかってこい秀吉お前トシエ殿、俺はガチで行くぞ開門お前が勝家のために戦うのは分かるじゃがな、わしはお前と共に新しい世を作りたいんじゃおじき、すまねやっぱ秀吉と戦えねえやべえ超いい話マジだねやっぱジルタ動きは早まったくんじゃなもう終わりだ脆い砦だったおお見事じゃ三成任せた甲斐があったわ頭でっかちのくせによそ見すんなバカこっちはこっちの仕事をする開門行くぞ行くぞ俺を狙うか敵にも里山がいるよあとは行くぜ望むかまさに助けてやれ俺が行くと思いそうだへいへいおじきやったことぜ清正おに
敵も引き気味だ。さあこれで頭でっかちにカシストーツ。悪魔、お前はバカだから、そのバカ力は認めてやってもいい。てめえ人をバカバカ言うんじゃねえバカ。ほら戦場で喧嘩しちゃダメでしょ。おねえねえ様、だってこの頭でっかちが。今こそ猿と雌雄を決する時よ。開門。西畑の首は俺が取る。松家を甘く見るのかな。そういや敵を甘く見て失敗したバカがいたっけな。無駄口叩くなバカ。かかれ。子に恵まれたようだな猿。そうさ、奴らがわしの夢形作ってくれるんじゃ。男福島正則、おじきの天下絶対叶えます。さあ、ガチの喧嘩で